然なんだけどさ、あ、なんだ、タクシー運転手なんてやってみたいなと思って。タクシー運転手か、だったらタクシー運転手か、いいじゃないか。じゃあ運転手あるからお客さんやって。悪くないだろう。タクシー、どうも、いや、いつだって言えてる時点で無事でよかった。時を戻そう。いや、2回もぶつかるってことは俺が車道側にいたのかもしれない。運転手さん、新宿駅までお願いします。ました。ちなみになんですけど、はい、新宿駅って何ですか。いや、知らねえんだったら教えてあげよう。そうだ、知識は水だ、独占してはいけない。時を戻そう。知識は水だ、独占してはいけない。どうもありがとう。局長、はい、局長今急いでますか。いや、別に急いではないです。キキー、どうしたんですか。休憩です。いや、休憩は取ろう。日本人は真面目で勤勉だけど休憩を取らなさすぎた。だから労働生産性が低いんじゃない。働き方改革って法律でどうこうできる問題なのか。問題なのか。お前はどう思う。うるさいな。時を戻そう。突然なんだけどさ、あ、なんだ、タクシー運転手なんてやってみたいなと思って。タクシー運転手か、だったらタクシー運転手か、いいじゃないか。じゃあ運転手あるからお客さんやって。悪くないだろう。タクシー、どうも、いや、いつだって言えてる時点で無事でよかった。時を戻そう。いや、2回もぶつかるってことは俺が車道側にいたのかもしれない。運転手さん、新宿駅までお願いします。ちなみになんですけど、はい、新宿駅って何ですか。いや、知らねえんだ教えてあげよう。そうだ、知識は水だ、独占してはいけない。時を戻そう。知識は水だ、独占してはいけない。どうもありがとう。お客さん、はい、お客さん今急いでますか。いや、別に急いではないです。キキー、どうしたんですか。休憩です。いや、休憩は取ろう。日本人は真面目で勤勉だけど休憩を取らなさすぎた。だから労働生産性が低いんじゃない。働き方改革って法律でどうこうできる問題なのか。問題なのか。お前はどう思う。うるさいな。時を戻そう。